こっちを見ろ。やれやれだ。初めて出会ったぜ。こんな頑丈なスタンドは逆に俺の自信ってやつがぶっ壊れそうだぜ。ちょ、長太郎さん、このままだといつか爆破される。君はもっと離れろ。今度こそバラバラに分解してやる。意見を言いたいんです。遠くから操作するスタンドは決して強力なパワーでは動けない。でもこいつの攻撃のパワーと爆破衝撃、 本体が近くにいなくちゃとても納得できない破壊力です。せいぜい15、いや10メートル以内に本体がいるはずです。だから10メートルですよ。僕のエコーズは射程は50メートル、犯人を探せます。言ったはずだぜ、光一君。奴は追うな。君はエコーズだ。自分の身を守ることだけを考えていればいい。余計なことはするな。なぜです。 奴はもう近くにはいない。こいつは遠隔操作のスタンドだ。何度もいろんなスタンドと出会った経験でわかる。こっちを見ろ。近くで操作するには動作が単純すぎる。経験でわかるだって、論理的じゃないぞ。パワーがあるのに遠隔操作のわけがないんだもの。絶対に本体は近くにいる。やっぱり丈太郎さんは僕のことを軽く見ている。僕だって成長してるんだ。 奴を探してやっつけることはできるんだ。距離10メートル。いた、あいつだ、上着を持っている。でもおかしいぞ、遠すぎる。50メートル以上は離れてるぞ。どんどん離れていく。エコーズの射程の外だ。 爆弾スタンドは遠隔操作。バカだ、あのパワーで遠隔操作なんてありえない。こっちを見ろ。なんだ、僕の方へ。分かったぜ、そいつは温度の高い方を優先的に追撃してくるスタンドだ。だから遠隔操作でも パワフルに攻撃できる。エコーズを出して身を守る。そこまでは時を止めても遠すぎる。しまった、エコーズは奴を追って50メートル先にいるんです。ごめんなさい。やれやれだぜ、スタープラッシュザワールド。オラオラ。 こいつが店の主人を一番最初に攻撃したのは、熱い飲み物を手に持っていたから。光一君を狙ったのは興奮して体温が上がったせいだ。それよりも熱いものがあればそっちに行くはずだぜ。時は動き出す。やはりな、温度の高い方を優先的に探知して追撃してくんだぜ。助かった。しかし 体温の温度で爆発するっていうのなら、こいつは炎の手前だ。このパワー！